中国茶緑茶ヘキラ春。中国茶中国十大名茶童貞ヘキラ。春ヘキラ春の茶間ヘキラ春は、中国の緑茶で、中国十大名茶の一つ。産地は、チャンスー省の太古の島、童貞山である。真の高規定が南巡したおり、この茶を賞味し、名前が、蘇州語で、各人、びっくらたまげたという卑族な表現をい,とい色が緑で、 形が螺旋で甲が福育としていることから、ヘキラハルと直々に命名し、それ以降、宮廷で使用する、お茶として収めさせたという小地来歴が、特に有名である。これは、古録清志カの、3月、茶蜜木の城、安吾に見られる伊話である。ただし、太古童貞三条の東山に、ヘキラ法があることから、この峰にちなみ名付けられたというのが、 実情であろう。形状が他の緑茶に見られない白い産毛を持ち、螺旋型をしているところに特徴がある。この白い産毛の多いほど風味が高いと言われる。製作の手順は茶葉を採取した後、釜でいることで茶葉内の酵素による発酵を止める、札和を行い、茶葉の味を10年によって均等に行き渡らせ、最後に、 茶葉の水分を除く乾燥をして仕上げる。この一連の作業は他の緑茶と同じ手順であるが、一人の職人が同じ、釜で一気化成に仕上げるせいに、職人芸によって、ヘキラハル独特の風味と形状を出すことに成功している。歴史的な小次来歴や他の緑茶にはない甘くかぐわしい風味から、中国内外で知名度が高い。それに伴い、 太古の童貞山で産出される量をはるかに超えるヘキラハルが流通している。太古周辺で産出されるヘキラハルもあれば、チャンス省のいくつかの場所で産出されるヘキラハルもあり、さらに他の省で産出されるヘキラハルも存在する。中国の親切な茶行では、産地の名を冠して、童貞ヘキラハル、暗記ヘキラハル等の表示がしてある。 中でも生命節前に茶葉を採取した、アキラゼン同定ヘキラハルが最高級とされる。また、品質の良くないヘキラハルの茶葉に、ジャスミンの香をつけ、花茶として、祭りヘキラの製品もある。茶葉の採取される時期と、部位、札青と充電する時の量などで、価格が変化する。特急級、一級、二級に分類されて茶業で販売される。引用の方法は、 ロンチン茶を参照。ただし、ロンチン茶や他の多くの一般的な茶と異なり、ヘキラハルは特徴的な産毛を持つことから、産毛が気泡を持ち熱湯に沈みにくい性質を利用して、茶葉に湯を注ぐのではなく、湯を入れたガラス製などの透明な茶器に後から茶葉を投入し、浮いた茶葉が徐々に沈みゆくコート味の変化を楽しむ手順も好まれる。ただ、 ヘキラハルに似せて作られた茶葉は、産毛を持たないことから、お湯に沈みやすい。このことから、ヘキラハルは、お湯に沈みやすい性質があり、お湯に茶葉を入れる手法が好まれる。という表現が見られることもある。ありがとうございます。